こんにちは。今回はさっぱりだけどお腹も膨れる夏にぴったりなフィッシュタコスです。友達を呼んでビールと一緒にオリンピック観戦なんていかがでしょうか。ビデオを見る前によろしければ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。今回はバラマンディという魚を使用していますが、日本ではほとんど見かけないので、お好きな白身魚またはエビ、鶏肉を使用してください。魚は骨などを取り除いて切り身にしといてください。魚をボウルに入れて小さじ4分の1のチリパウダー、小さじ4分の1のクミン、各小さじ4分の1のカイエンペッパーとオレガノ、各小さじ2分の1のガーリックパウダーとオニオンパウダー、小さじ2分の1の塩と大さじ2のオリーブオイル、2分の1個分のレモン汁を入れて絡ませておいてください。次に赤キャベツのコールスローです。オーブンは180度にセットしておいてください。パプリカは180度のオーブンで25分から30分ほどローストしてください。25分から30分後のローストしたパプリカはボウルに入れてラップをしておいてください。赤キャベツは千切り、人参は千切りまたはチーズグレーダーで削っておいてください。ローストしたパプリカは種を取って千切りにしてください。すべての野菜をボウルに入れて、小さじ4分の1のチリパウダー、小さじ4分の1のパプリカパウダー、小さじ1の塩と小さじ8分の1の胡椒、大さじ 1.5 のオリーブオイルと2分の1個分のレモン汁を入れてよく絡ませておいてください。次にトマトサルサを作っていきます。トマトは種の部分を取り、小口切りにしといてください。きゅうりも種の部分を取り除いて小口切りにしといてください。パクチーはみじん切りです。すべてをボウルに入れて、小さじ4分の1のパプリカパウダー、小さじ2分の1のガーリック、チューブでも OK です。小さじ1の塩と小さじ8分の1の胡椒、大さじ2のオリーブオイル、2分1個分のレモン汁を入れてよく混ぜておいてください。次にフィッシュタコソースを作っていきます。大さじ3のサワークリーム、大さじ3のマヨネーズ、小さじ1のタバスコまたはお好きなチリソース、小さじ1の塩と小さじ8分の1の胡椒、小さじ1のレモン汁を入れてよく混ぜておいてください。もうちょっとなので頑張ってください。アボカドは種と皮を取り、一口大に切って2分の1個分のレモン汁を絞っておいてください。フライパンに大さじ1のオリーブオイルを流し、中火にセットしてください。魚の両面を焼いて火を通してください。トルティーヤの上に赤キャベツのスローを、焼いた魚アボカドを乗せて、トマトサルサも乗せて、フィッシュタコソースをかけて以上です。オプションでハラペーニョやチーズを乗せても大丈夫です。ご視聴ありがとうございました。さようなら。